マタイによる福音イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったその時、先世術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いた エルサレムの人々も皆同様であった王は民の最司長たちや立法学者たちを皆集めてメシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした彼らは言った「ユダヤのベツレヘムです」預言者がこう書いています「ユダの地ベツレヘムよお前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではないお前から指導者が現れ私の民 イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、 ついに幼子のいる場所の上に泊まった学者たちはその星を見て喜びにあふれた家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた彼らはひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開けて黄金入港持薬を贈り物として捧げたところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので 別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。